スベトラーナ級軽巡洋艦。スベトラーナ級巡洋艦は、ロシア帝国で計画された、軽巡洋艦のシリーズの一つ。しかし、帝政時代には完成せず、ソ連海軍で使用された。艦級は、一番艦の艦名からの名称による。一番艦の名称の由来となった、スベトラーナは、現在も人気のある、スラブ系の一般的な女性の名前であるが、スラブ系の人名が、 基本的にすべてそうであるように、これもやはり、キリスト教の聖人の名前である。人名、スベトラーナについては、スベトラーナに詳しい。なお、日露戦争時にも日本海海戦に参加した同盟の官邸があったが、このページで扱うのは、それとは別物。スベトラーナの名前は、幾度となく、ロシア艦船の艦名に採用されている。スベトラーナ休憩巡洋艦は、 1912年から1916年にかけての海軍造船強化プログラムの一環で発注された。これはロシア帝国海軍にとって初めての軽巡洋艦となるものであり、従来の装甲巡洋と防護巡洋艦などの偵察艦の代替となることが計画された。そのため、この軽巡洋艦には戦艦戦隊に協力する偵察任務や、 海軍不評部隊に対する共同任務への使用が予定された。設計に際しては、セバストオポリ級戦艦やイズマイール急巡洋戦艦、ノビーク級駆逐艦との共通化が図られた。後、計画には変更が加えられた。主なものとしては、タンクの形状に揺れを制御するスタビライザーが加えられ、また水蒸気に機も搭載するようになった。 スベトラーナ休憩巡洋艦は良好な航海性能と強力な火器兵装を有していた。しかしながら第一次世界大戦開戦後、イギリスに注文していた装置と物資の調達の混乱のためで建設は長引き、1917年末まで完成しなかった。走行するうちにロシア革命が発生し、新型艦の完成は絶望的となった。 完成した一部の官邸は、ウクライナ国や白軍によって接収され、一部は、戦火のうちに失われ、また一部は、ボイコットにより座礁させられた。ロシア革命とそれに続く、ロシア内戦によって、ソビエト政府が、旧ロシア帝国領の大半を手にしたが、その国家の経済体制は大きく損なわれていた。それに加えて、ソビエト政府の指導者の何人かが海軍を嫌っていた。 ことは、内戦で打撃を受けた艦隊の復興へマイナスの影響を及ぼした。建造されていた8隻のスベトラーナ、休憩巡洋艦のうち、わずか2隻だけが元の設計に基づき完成され、戦列に加えられることが決定された。すなわち、バルト艦隊へ、プロフィンテルン、国会艦隊へ、チェルボーナウクライナという1隻ずつの配備である。この他に、 クラースヌイ・カフカースとボロシーロフの2隻が 18cm 単装砲を装備する設計に変更され、建造されるとになった。プロフィンテルンはバルト艦隊に配備され、後、国会艦隊へ配置替えとなった際に、クラースヌイ・クルイームへ解消された。しかし、ボロシーロフは78号計画に従い、練習巡洋艦として完成させる計画があったが、完成せず、 経流されたままドクソ戦を迎え、レニングラートが、包囲攻撃された際に撃沈された。他に、アドミラールスピリードフとアドミラールグレイクの2隻が、ディーゼル燃料のタンカーとして、完成、配備された。残りの艦に関しては、結局のところ解体された。完成した艦のうち3隻は、赤色海軍の一艦として、第二次世界大戦まで実戦に使用された。 しかしながら、アドミラール・スピリード・オフと、チェルボーナ・ウクライナは戦没した。クラースヌイ・クルイームと、クラースヌイ・カフカースは戦後まで生き残り、1950年代まで使用された。スベトラーナ休憩巡洋艦は、バルト艦隊向けに設計された前期型4隻と、国会艦隊向けに設計された後期型4隻に、ダイブされる。後期型4隻については、 特に、国会艦隊型スベトラーナ級あるいはアドミラール、ナヒーモフ級と呼ばれることもある。さらに、後期型の最後の二隻はそれまでの艦とは、動力機関が異なっており、出力が500馬力増しとなっている。後に、各艦の解消や、設計の変更に伴い、スベトラーナ級は次のように解消された。大幅に設計変更のなされた前期型一艦と、 後期型一艦については、別級扱いとなって、クラースヌイーカフカー級と呼ばれるようになった。当初の計画に基づいて建造された前期型一艦と後期型一艦については、プロフィンテルン級のチクラースヌイークルイーム級、またはチェルボーナウクライーナ級と呼ばれるようになった。また、スベトラーナ級全体として、プロフィンテルン級、あるいはクラースヌイーカフカース級と呼ばれることもない。 わけはない。なお、わずか4門とはいえ18センチメートル砲を搭載したクラースヌイ・カフカース級は、ロンドン海軍軍縮条約の規定に従えば、従順洋艦ということになる。時代にかかわらず、正式には、スベトラーナ級と称されたと考えられる。しかし、一番艦がスベトラーナの名称では、完成しなかったことから、 場合に応じて様々な艦級名称が用いられた。78型練習巡洋艦とムロズネフチ、旧輸送船は、スベトラーナ級軽巡洋艦の艦隊を利用した艦船であるが、他と違い通常、スベトラーナ級には包含されない。ロシア帝国海軍バルト艦隊向けに、当初2隻の軽巡洋艦の建造が発注された。後に隻が加えられ、都合4隻が、 先代に乗せられた。しかし、革命と内戦の影響で完成には至らなかった。ロシア帝国海軍国会艦隊向けに当初2隻の軽巡洋艦が発注された。計画はバルト艦隊向けのスベトラーナ級を元に行われ、機関室と機械室の拡大のため艦隊が延長され、また、廃炎艦の形状が変更された以外は、ほぼ同一の艦級と言えた。 一番艦の名称からアドミラールナヒーモフ級とも呼ばれた。後に席が加えられ全艦がニコラー・エーフのルス・スド造船所で建造れた。内戦中はウクライナやロシアの核勢力に接収された。そのまま建造は続けられたが、結局実戦配備にはつけられなかった。また、三番艦はイギリス戦艦マールバラの砲撃によって撃沈された。 赤軍に接収されたバルト艦隊型スベトラーナ級は、一隻を除き元の設計のまま建造が継続された。一番艦が解消されたことから、プロフィンテルン級とも呼ばれるようになった。後、さらに解消されて、クラースヌイ・クルイーム級とも呼ばれるようになった。一番艦のみが完成した。赤軍に接収された国海艦隊型スベトラーナ級は、 一隻を除き元の設計のまま建造が継続された。一番艦が解消されたことから、チェルボーナウクライナ級とも呼ばれるようになった。一番艦のみが完成した。バルト艦隊型と黒海艦隊型のスベトラーナ級のうち、それぞれ一艦が選ばれて、新しい18センチメートル砲の搭載とそれに伴う回収作業が行われた。 国会艦隊型の一艦のみが完成した。なお、ワシントン条約の基準によれば、クラースヌイーカフカース級は、重巡洋艦と呼ばれる。完成しなかったクラースヌイーカフカース級の一艦は、78号計画型に沿って、練習巡洋艦として完成されることになった。しかし、独祖戦の最中損傷を受け、完成には至らなかった。 完成しなかったバルト艦隊型スベトラーナ9の2、艦はフロズネーフ地球輸送船に改装されて民間で使用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。